奈良尾さん、はい、真央さん、はい、10万人記念おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい、めでたいです。これで嬉しいね。なんとここの空間全員10万人超えてる。わー、すげー。ほんまや、すごい。これってよかった。まあ、お二人にね、はい、普段トリッピーお世話になってるんで、いやいや、こちらこそオリパを買ってきました。こちらになります。こちらのオリパをめっちゃめっちゃ分かる。お話しました。全部、はい、違うオリパなんですけど、見てください、値段の方が、なるほどね、隠れております。なるほど。奈良子さんと真央さんがそのオリパを開封して、はい、その値段を予想してもらいます、はい、うわ、で近かった方に全部。いやー、でもだからオリパが開けて当たりだったか外れだったか分からないってことでしょ。そういうことです。開けてとんでもないのが出てきて、やったーってなっても、うん、外したら自分のものにならないってことでしょ。いや、切れそう。中身見て、中身見てから、あの値段当てます。中身の楽しみだ。うわ、これでもこれ7個詳しいよね。7個の方が強いよ。いや、でもね、分からんで、そんな、さすがに。カードについては、まあでもこの俺のカードになるから大事に使える。俺のカードになるかもしれんのだぞ。さあ、見てください。どっちからの順番に、これか。あ、そう。おい、ざけんなよ。俺はまあ、マオシの線。ちなみに俺、中身知らないんで。そうだよね、5000円じゃん。2枚か、2枚。2枚だから、まあまあ。カルスリーブ。はい、3、2、1、はい。順番どうする？せーので行きます。せーので行くか。じゃあせーので行くか。せーの、500円オリパ。100円オリパ。マオさんが100円で、奈々子さんが500円。正解は50円オリパです。50円オリパってあるんだ、そんなの。秋葉原のチェルモで見つけました。キャンファイヤー欲しかった。はい、キャンファイヤー良かった。キャンファイヤーおめでとう。キャンファイヤー。心の底からいいなって思う時以外、いいなって言うな。じゃあ続きまして、じゃあこっちとか行ってみようかな。申し上げてみよう。いやー、あれくね。どうぞ。いや、でも開けてもらえないのすげー嫌なんだよな。これでもダブルスリーブだから。俺、ハレツーのオリパー開けんの初めてだ。もう出るか。出るんじゃないか。これ裏だった、これ。裏だったから、多分ハレツーね。おー、そっち、光ってる人が。光ってる。こんな、やばい光り方してる。UR っぽい。UR っぽいから、じゃあこっちから。そっちから行く。いや、でもそれもやばい。ハレツはね、そういうスタイルなのよ。もう分からん。じゃあこっちから行くよ。はい、そっちから行こう。おー、あ、25周年。あ、でもこれもまあまあ、うん、よきよきよきよ。俺もうマジで、あの、本当に全撮りしようとしてるから、これいくらぐらいだねって一言も言わないようにしてる。動画として面白くないと思うけど、ごめんね。おー、一撃の、あ、これあれか、一撃ウーラオスの、連撃ウーラオスの UR。 おー、これがまず当たって破裂だろ。さあ、考えてください。オリパソムリエね、たくさんいろんなオリパの味を知ってると思うんでね、中身を見て値段を当てるとはいえ、マジで本当にかかってるから、死ぬほど今考えてる。かかってます。あ、じゃあね、紙に書いてもらおうかな、なんか。じゃあ、出してください。せーの、8000円。ほー、こちら答えは5000円オリパです。あら、奈々子さんおめでとう。おめでとう。痛いよ、マジ痛い。声が出なくなるまで殴ってやる。うわ、マジムカつく。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、こちらどうぞ。いや、そうだよな、そうなるよな。これもね、俺もね、2択だと思ってんだよな。苦しい。もうこの時点で2択、奈々子さんは。すごいわ。強いな、それは。トリカ侍でしょ。違います。おーら、違った、分かんなくなっちゃった。トリカ侍じゃないの。でも俺逆にアド出たかもしれん。おお、あらららら。でも、マオくん、この色のスパチャの色はいくら。2440。スパチャの色。あ、違う、黄色だから1220。さすがスパチャソムリエの砂場かもしれない。スパチャソムリエだからな。いやいやいや、名前にはかなわないですよ、スパチャの。どういう会話。じゃあ、いきますよ。はい、どこに何があるかわかんないな。ケンタロス。光って光ってる。ほうほうほう、結構枚数ありますね。あるね。ゼクロム、この時期のやつか。キングドラ、キングドラ、どっちか分かんない。
っちね、そっちじゃね、そっちからじゃね、あ、そっち、おお、まあでもこ今のトリッピーな反応が若干ヒントになるんじゃない？いや当たってるんだろうねこれ多分ね。ああそう、この値段でこれなんだの。これ多分今のリアクションちょっとあったよ、ね。これ待ってちょっと確認。ちゃんとね段ボール貼る前のやつを見てるんで。ああなるほど。これ多分ちなみに市場価値もう8000から1万ぐらいで確か。そうっすね。分かんねえな。ちょっと待ってこれあのカットしてる。マジで考える。いやどんどんいいっすよ。欲しそう。いやアルセンス V スター。これかもいい、こいつもいるのがもあれなんだよな。あ、うわ、こいつね SR なんだよ。アルセンス V これ、うん、そうだよ。え、そうなんだよ。今両方とかそうなんだよ。そうなんだよ。なんかね、あのやってる二人は無言で、俺らガヤが喋ってあげてる。そう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 。もうガチだわね。例えば七子さんが1万円で、真央さんが1万1円って書いてたら、うん、1万例えば1万1000円。分かってる分かってる分かってるよ、そんなことは。怖いんだけど。お前らの100倍何円取ったら何円オイパと何円オイパ取れるのかなまで2人とも考えてるから、ね、君たちの君たちとは違うんだよ。これは手に入るかどうか決まってんだよ。もう何言ってるか分かんない。もう今もはや何言ってるかマジで分かんない。おいサイド、おいおい、見ないよりね、お前の。いやもうこれちょっともうダメだ。こんなんすぎて早く決めちゃいだよ。すげーな。欲しすぎる。じゃあ2人、せーので出してください。せーの、4999円。おー、出たね、差が2万円オリパが七子さん、うん、真央さんが4999円。おー、正解は1万円オリパだった。1万円オリパでーす。つまり5001円で俺1万差あるから真央だ。真央さんでーす。真央だよ。なんかやったー、これは嬉しいなぁ。マオさん、10万人おめでとうございます。ありがとうございます。いや、しゃあない、しゃあない、もうしゃあない、しゃあない、もう見せるな、俺に見せるな、それを見せるな、俺にそれを。離れろ、マオシー、どうなっても知らんぞ。じゃあ続きまして、こちらもうダメだ。申し訳ない。これも七子さんが5000円って書いてたのに、もうえ、おめえも10万に突破してんだ。本当だ、七子が当てるか当てないかみたいな。そうだ、簡単なやつだったのにな。そうだって。近く総取りやったんだけど。俺もう割ともう気持ちいいわ。これ何この、いやまだこれね、まだカードラッシュです。あるんじゃない、ラッシュか、ラッシュか、ラッシュか。さあ、え、おお、なるほど。単体？ストリンダー V。うん、単体だね。単体だね。なるほどね。急にさ、お前らさ、全部喜べよ。いやー、熱って。熱の引き方すごく当てて。はい、できた。当てて。おお。はい、1000円。2000円。早い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 。ただ正解2000円です。あざ。そう、早い早い。悔しがってない時にクソっていうのやめろ。本当に悔しがった時足叩くやろお前。今床叩いてたのが全然悔しくない。みよみよみよ。こちらどうぞ開封してください。これ開けるの嫌じゃない？わかんないよ。自分が開けたオリパ取られるの嫌じゃない？うれしそうやなお前。雪かわ。4999円でさ、あの下のやつも、ああ、モスの指令の HR が見て、こんなふっと見えちゃった。こんにちは。しかもそれだけじゃない。いや、あ、名前か。ああ、から。ああ、なんかもういっぱい見えてるよ。いっぱい見えてるよ。ドラパルパルと。いいじゃない。で、じゃあひっくり返すよ。はい。ちょっと今面白い。今めっちゃ面白い。楽しそうやな、楽しい。おい、ご機嫌か、おい。ボスの指令ね。今のちょっと面白い。面白いな、おい。楽しいな。おー、オリランダー V。常連。あ、常連。おー、なるほど。ボスの HR か。ほうほうほう。無事これ。でも、ボスの HR めっちゃ欲しい。はい。ボスの指令ね。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでさっき1万でかかなかったんだ。めっちゃ後悔してる、七子さんが。七子さんさっき5000で書けばよ、1円差で勝つわ。分かって、5000よりもあれ、あれないんだよな。3万が1万で、くそ、なんでひよった2万。ないだろう、2万折りパなんてめったに。
分かった、あったんだ、分かった。ボスの HR の相場が大体3、4千円だと、ボスの SR チャイが5、6千円の相場になってるから、3千、4千円で、言わねえって言ってた。大体トントン、いやもう7個書いてるから、メガネクイクイおじさん。メガネば、計算するキャラだな。得した気分にもなれるぐらいの、このぐらい。はい、はい、いきますよ。せーの、3千円。おー、超えたね。正解は、5000円おりまね。そりゃそうよ、そりゃそうよ、そりゃそうよ、タラコさん、それはそう、10万人おめでとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。よしよし、俺のもんだ。クーじゃねえんだよ。マオがもうこれ取ったから余裕が見えんねん。じゃあ、うまくまくった、クーの顔に。でもこれ、これ来た、おめちぃや、これお願いします。え、ちょっとなんか、あ、ちょっと確かだか、おごそかぜ、京都、これは高級感あるよね。おい、値段スリスリするのやめろ。おい、開けろ、それはそれは番外戦術はね、ななこさん、違うよ、それはルールと違う。サーチしてる、サーチ。それは違うよ、ななこさん。お客さん、サーチ禁止だよ、ちょっと。1枚、何枚、ガムテープ、もう何枚か。2枚か。いや、2枚ではないな、何枚か。あ、え、GX だ。うわ、やばいやばいやばい、GX やばい、GX やばい。あ、GX？ GX は基本やばい、もう何が来ても。やばい。来ない。はいはい。こっち来る。え、こっちも全部ビカビカしてる。え、うわ、あの、すいません、あの、あの、ね、値段当てと別で差し上げてもいいですか。いい、これは差し上げていいですか。フライコンさん、今あー、わかんなくなっちゃった。おうわぁ、わかんない、何もわかんなくなっちゃった。これはちょっと相場がわからない。わかんない。全然わかんない。確かにね、やってなかった時期なんでね、皆さんが。わかん、ちょ、わかんない。いきましょうか。せーの、6000円。おぉ、正解は300円です。300円オリパなんかあるんだ。あの、実は、うん、全部 SR じゃなくてダブルレアっていう。ほんまや。これ、むちゃくちゃ高いと思った今。めちゃくちゃ6000円、ね、まあ、でも、普通にね、おめでとうございます。ありがとうございます、おめでとう。フライコンあげるおじさん、ほんまに。それはね、これはね、とっちゃう5000円。うわ、悔しい。さあ、二度と見せるんじゃねえ。そのプラン二度と俺に見せんじゃねえ。いや、ここで来るよ。これラストです、最後です。申し訳ない。開けるか。メインが終わってしまったんでね。安川に気をつけろよ、俺のものになるかもしれないんだから。え、こっち入ってる。え、赤ゾーイいっぱい入ってる。え、ビカビカ光ってる。あ、これ一撃だから違いますね。違いますね。あ、5枚。じゃあ、七子さん1枚、なんか適当に見ましょうか。これも違うはず。お、なるほど。あ、ほんとだ。じゃあ、これも違いますね。おぉー、今の。ガラファイ、ガラファイ、スペシャルアート版です。これはち、えぇー、あ、2枚。俺、これ相場わかんねえ。やばい。ガラファイアの。あ、いい。スペシャルアート買って。なるほど、これ今のトリッピーさんのなるほど出ましたね。なるほど。ちょっと待って。え、ちなみに、あの、可能であれば、あの、二人にヒントで、ガラゴアライア時代の相場って今。ダメ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 だよ、そんなもん。お互いに求め出す。ダメだよ、お互いにヒント。二人通るわけねえだろ、そんなもん。急に求め出す。通るか、そんなもん。ちなみに通りません、やっぱりね。おねどく。まあでも、言うなら、あれです。まあ、待って、大丈夫大丈夫、もう何も言わなくていい、トリッピー。これまでだって何も言ってこなかったんだ、トリッピー。わかりました、じゃあ、わかりました、言っときます。マオさん、はい、言うなよ。これだけ、これだけはして。最後がメインディッシュです。いや、そりゃそうだよ。相場を調べたフルコンさんとスナサメさんの反応を見てください。ガラルファイヤー、無理、スペシャルアート。おぉおぉおぉ、やばすぎやばすぎ。2枚だよね、しかもそれが。あんまりやってないけど、多分競馬ってこんな気持ちなんだろうな。言ってくれよ。言わねえ。ちだろうが。言わねえ、絶対言わ。くわー。お二人とも書いてる、書いてる、書いてる。助けてくれ。正直本当は一人に1枚ずつ渡すのが一番丸い。そうするか、もう二人で分けるか。ダメ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 。それでいいのか。これをやって戦って終わった後、勝者が決めよう。それでだってもらった後はもう俺らだから。でも交換会はしていいっすよ。今絶対勝ったら渡さねえ、負けたら。そんなこと俺がするわけねえだろ。
負けたらごめるの LINE 作ってる場合も いやー実は逃げ道もちゃんとあったけど勝っても負けてもある程度勝てるような今外堀は丁寧に埋めたけどその埋めた外堀今古川さんがまた掘ったっていうねいやすっごいおい怖い回しい7個1個だけ聞かせて、あの1円ずら知ってる？それとも男らしくドンピシャでいく？あ、ドンピシャ決め。あ、じゃあ分かった、俺もドンピシャでいく。分かった、その1円ずらしとかはしない。いきまーす。はいはい、書きました。こんなに怖いんですか。せーの、2万円。おー、あれか。俺、マオハ。正解はまず、2人とも違います。え、おー、そうなんや。へー、どっちか正解だと。正解の金額を発表いたします。へ、うん、怖い。やっぱ俺あの大学の入試と同じぐらいドキドキしてるかもしれない。やばい、もうほんと、もう心臓がはち切れそうだ。端数です。端数、うん、2万2000円オリパー。やばい、マオさん、ありがとうございます。やったマサ、半分こする。マサ、半分こする。でもマサ結構もらってますけど。ねえ、マサからの提案でもあったしね。マサ、どうするんだろうな。勝つ人がって言ってたけど。7個起きろ。これ実はね、まあまあ極論のことで言うと、今回ね、5万弱ぐらい企画に使ったんですけど、うん、実は7個さんからのプレゼント企画で、うん、僕3万円ぐらいのカードもらって、うん、あ、それならこれぐらいの企画費使おうかなっていうので、企画費は跳ね上がったんですよ。なるほど、うん、なるほどね。なるほど。ちなみに、まーさん、うん、そのガラファイア1枚、1万3000円、うん、です。びっくりしました。びっくりした。うわちょっと奈良子さんかわいそうだった。